2016年8月25日、韓国聯合ニュースなどによると、韓国政府は、韓国の元慰安婦らを支援する和解癒し財団を通じ、元慰安婦のうち、生存者に1億ウォン約900万円、個人に2000万ウォン約180万円を現金で支給する方針を固めた。財団への10億円の拠出が、日本の閣議で決定されたことを受け、韓国外交部当局者が明らかにした。外交部当局者は、同日、財団の支援事業対象は、すべての旧日本軍慰安婦被害者であると説明した上で、事業は、個別の被害者と、全被害者のための象徴的事業に分かれるとした。このうち、個別被害者を対象とした事業に当たるのが、日本政府による、拠出金10億円からの現金支給だという。全被害者のための象徴的事業については、昨年末の慰安婦問題をめぐる日韓の合意内容に照らし、両国政府が適切と考える範囲において、財団が具体的内容を決定する。財団は、事業の実施について、定期的に両国政府に報告を行うという。韓国外交部の発表を受け、韓国メディアは、続々と速報を出してこれを報じた。一方、両政府の合意を受け、韓国のネットユーザーからコメントが寄せられている。金で解決なんて、天罰を受けるぞ。たった1億ウォンか、10億ウォンでも足りないくらいだ。おばあさんたちは、2000万ウォンが欲しくて、一生戦い続けたわけじゃないだろうに。政府は悪質だな。精神的苦痛への保障は、こうやって受け取るものなの？一生を苦しみながら生きていかなきゃいけない人に1億ウォン？それに個人には2000万？同じ金額をやるから、同じ目に遭ってみろ。少なすぎる。セウォル号犠牲者だって、5億ウォン約4500万円だ。少女像、慰安婦像はどうなるんだ？これも、一つの歴史として残る。